こんにちは、キパです。今日は宇宙語のなんかいろんな種類の音がね出るようになったのと、まあ宇宙語がね出ない人がもしかしたらいるかもしれないから、まあ、そういう人のためにどんな感じでやっていけばいいかっていうことをお伝えしたいなと思っています。もう基本的に宇宙語っていうのはみんなそれぞれ、いろんな音出していけばね自分の音っていうのが出てくるんですね。だから喋れる人の真似していけばいいんですけど、やっぱね、難しく考えちゃったりすると思うから、まあ、どんな感じでね、やっていくといいかなっていうの で私もね最近こうまあ、いろんな音が私結構出るんですけど、なんかねフランス語みたいなね音を出してる人とかいるじゃないですか。でね、あの人たちみたいにちょっと真似してたらやっぱああいう音が出てきたから、いつも自分で出してる音はなんかテルテキテルテテテルテテテヘラテテテみたいな感じでちょっと高い音なんだよね。そうだけど、そうあのフランス語みたいな感じの時はブラシケバハバハテベラハクブテテテハバタテみたいな感じでちょっと低い音っていうのかな、そう声をね低めの音で出すようにしている感じです。じゃあちょっとフランス語みたいな、音で出していきたいなと思っています。ちょっと子供たちの声うるさいかな、大丈夫かな。今なんか停電しちゃったからさ、今宿題っていうかなんか塾の先生に教えてもらってる声が聞こえちゃうかもしれないけどご了承ください。じゃあ、まずまあティティティトゥトゥトゥってあるじゃないですか。ティ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 トゥ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 って、これをねティティティトゥトゥトゥだけでもねずっと喋ってるといろいろ変化したりするんですね。だからこれね喋れない人とかはティティティトゥトゥトゥから入っていくといいんじゃないかなと思うんですね。私の妹とかティティティトゥトゥトゥで喋ってたんだけど、この間聞いたらやっぱすごい変化しててすごい上手だったんだよね。そうだからティティティトゥトゥトゥひたすらティティティトゥトゥトゥ言うっていうのをちょっと今やってみようかなと思いますので、いきます。はい、じゃあティ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 トゥ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 ティティラタティティティトゥトゥティティラタタ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 てじゃあ、この今度フランス語みたいなちょっと音を出してみましょうかね。いきます。
途中からティ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 やってみようか。あてて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 今ちょっとね、そこにね、塾の先生がいるからね、ちょっぴし恥ずかしいっていうのもなんか、ティ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 と言ってるのね、見られるとちょっと恥ずかしいとこすぐそこにいるから、何やってるの、ティ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 と日本語かなって思ってるかもしれないね。それさあ次、チャネリングしながらちょっとティ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 でチャネリングしてみようかな。じゃあ意図して。最近ね、いろんな存在にチャネリングしてるんですけど、意図してテテテテテテで、音を出してチャネリングするっていうのをやっていきます。皆さんへのメッセージということでやっていきたいと思います。じゃあいきます。私はあなたたちといつも一緒にいる存在です。宇宙連合です。宇宙連合からですね。あなたたちの宇宙語、あなたたちの言葉はすべて届いています。たくさんの人がもっともっと宇宙語を話すっていうことが、柱を下ろすっていうことになるみたいなので、もっと宇宙語を話してほしいって言ってるのと、あ、ちょっと待って、大丈夫か、大丈夫だ、たくさんの宇宙語を話すようにっていうのを言ってますね。このエネルギーの宇宙語に関しては、
うん、宇宙連合にもつながるんだけど、シリウスかな、シリウスのエネルギーが強いって言ってます。テテ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 いろんな情報をキャッチできるようになるので、最初はひたすら話すことが大事です。話していくうちにどん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 自分で掴めるようになってくるでしょう。私たちの言ってることは分かるようになります。あなたたちの迷いも消えて、宇宙にもっとつながれるようになります。音の意味っていうのは、音の、なんだろうな、いろんな音を出すっていうことがいいわけではなくて、話すっていうことが大事みたい、音を出すっていうことだけが大事みたいなんですね。ひたすらテテテテテテで同じような音を出していても、それですごく意味がありますので、どんどん音を出してくださいって言ってます。なるほど、宇宙語の音のトーンですね。テテテテテテなんだけど、テテ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 テみたいな感じで、なんか上がったり下がったりするんですね。その音階みたいなところが重要というのかな。そこで言葉で言うとあいうえおみたいな感じ、テテテテテテなんだけど、あいうえおみたいになっていくから、そう、音階がね、どんどん上がったり下がったりっていうのも自由にやってくださいって言ってますね。テテ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 テ。今からエネルギーを流していきますので、このひたすら私がしゃべるライトランゲージ、テテテテテテのライトランゲージをちょっと聞いていってくださいって言ってます。じゃあ行きます。すごいなんかエネルギーだったね。わ。集中してるんですけど、やっぱりちょっと塾の先生が気になる感じだね。テテテテテテ、早くね、ラインが停電が終わるといいんだけど、シーンと静まり返っている隣のそこに部屋があるんだけど、塾、子供たちがね喋ってるやつで、うん、犬も泣いちゃってるで、まあ大声でね宇宙語が話せる世の中になると最高だね。ではまた、ちょっと今日はいろんな音を出してみるっていうことをやってみました。ではでは。